で、ではまずですね、栗山自動車工業の経営理念を教えていただけますか。はい、経営理念は3つあります。はい、そして10年ほど前にこれは私が一人で考えて作りました。一つとしまして、私たちのトラックの 3R を推進し、車両およびパーツを安心してご利用いただける仕組みを作り、地球環境への負担を最小限に抑える循環型社会の構築を目指しますというところが一つ目になります。まあ、一つ目はもともと私どもの会社が自動車の解体業をやっている中で、適正処理というところの観点から、リユース、リデュース、リサイクルという 3R、3R があるんですが、その中のリユースとリサイクルの点ですかね、この点を解体業の方で担っておりまして、リデュースの方で中古車ということで、ゴミを作らない、大事に使うというところの観点を目指しまして、資源を大切に使うというところを一番最初に理念として持ってきております。それと2番目といたしまして、私たちはトラックの 3R を通じて出会えた全ての人と感動、感謝、喜びの気持ちを共有し、共存共栄していきますというところで、もともと10年前に経営理念というか夢計画を作った時に、私たちと出会った人を全てに喜んでいただける、笑顔にするということを理念といたしまして、私どもと一緒に仕事をしているお客さんだったり、協力会社さんだったり、そういうところと一緒に、共存共栄して、喜んでいける、そういうことを会社の理念としてありました。そして3つ目といたしまして、私たちは顧客パートナーとともに市場を創造し、より高いサービス、価値を提供するために常に努力と自己研鑽をしていきますということですけど、やはりこの今やっていることに満足していては未来がない。そして自分たちだけで、新しいことを想像していくのでも一人がりになってしまうと。そういうところの観点から、お客様と仲間と一緒に新しいことに挑戦をしていくことで、新しい世界を切り開いていく。そして新しい市場を作っていくんだという理念のもと、3つ目の理念を作りました。これが私たちの経営理念です。ありがとうございます。ではですね、次にお聞きしたいことが、社員の皆様が楽しく働く上でモチベーションというものはどういったものがありますか。はい、モチベーションですよね。はい、私が考えているのは、お客様、仕事をする上で、利益を出すことによってお客様のお役に立っているということを実感していただく、それがやっぱり一番のモチベーションではないかなと思っております。はい、そしてそれ、利益を出すことによって会社運営、皆さんの給料、それによって夫婦円満、一族、一家一族が、繁栄することで、健康でいられて、そして健康で長生きするということが、やっぱり社員、私が思うことであって、もちろんその上には、怪我、事故、病気など絶対にしないように、朝お話しした通り、柔軟運動だったり、持久力、瞬発力、そういうところをしっかり毎日の運動でつけていっていただければなと思っています。体が資本ということですね。体が資本ですね。はい、では、では栗山自動車工業にとってのチャレンジプラス点とは。はい、企業というのは社員あってのものであり、はい、その家族の存在も企業にとってとても大きな存在です。社員一人一人の健康はもちろん、社員の家族が健康でなければ良い仕事ができないと考えております。チャレンジプラス10に賛同、参加することで社員の健康意識を高め、その思いを家族にも伝えてもらい、みんなで健康でいることで、みんなが健康でいることで企業としていい仕事ができると確信しております。またこの考えを取引先企業、関連企業にも伝え、関わる企業と人が健康であり、お互いに良い仕事ができることがとても重要だと思っております。うちの会社なんかも小さい事故だったり怪我だったり、はい、幸い大きいのはないんですけど、やはりそういうことがあるので本当に気をつけてますけど、
先日ですね、はい、ちょっとこう嫌な事例があって、はい、親の介護で田舎に帰らなきゃいけないとか、会社を辞めなきゃいけないとか、はい、まあ、社員として働けないとか、そういうことがこうたくさんあるんで、やはり私たちがこう健康ということを発信することによって、やはり家族もね、一緒に健康になっていただければ、あの介護離職とか介護パートとか、そういうことがなくなっていくことっていうのを打ち上げていけたら、あのものすごく素晴らしい活動になるんじゃないかななんて、思いました。ここ1年間で2人ぐらい介護離職しましたから、ね、80人ぐらいの会社で2人って言ったら結構痛いですよ。まあ、そうですよね。中心的にやってた人間が1人今度出ていきそうなんで、ちょっとやっぱり介護離職っていうのは、あのそれはお互いにとってはあまりいいことじゃないなっていうのが実感としてあります。